海の始まりで、目黒蓮の弟役に抜擢された木戸大成が、役に対する情熱と意気込みを明かした。木戸はこの役について、僕ができる全てをこの作品に注ぎたいと語り、役作りへの熱意を示した。木戸大成は、その独特の演技スタイルと、緻密な役作りで、日本の映画界で着実に存在感を示してきた、若手俳優の一人だ。彼が 海の始まりで目黒蓮の弟役に抜擢されたことは彼のキャリアにおける新たな一歩として注目を集めているこの映画は海を舞台に繰り広げられる家族の物語であり喜怒が演じる役もその物語の重要な要素の一つだ彼はこの役について単なるキャラクターではなくその役の持つ心情や葛藤成長を丁寧に描きたいと述べており 役への深い理解と共感を感じさせる。役作りに対する喜怒の姿勢は彼が役にどれだけの情熱を持って取り組んでいるかを物語っている。彼は役柄になりきるために役に関するあらゆる情報を収集し、役の背景や心情に深く入り込んでいる。その結果、彼の演技は観客に強い共感を呼び起こし、 物語に一層の深みを与えることになるだろう。海の始まりでの起動の演技がどのようなものになるのかファンたちは今から楽しみにしていることだろう。彼の才能と情熱がこの映画に新たな輝きを与えることは間違いない。7月1日よりフジテレビ系で放送がスタートするメグロレンスノーマン主演の月9ドラマ海の始まりに 木戸大成が出演することが発表された。本作は、目黒も出演した、サイレント、フジテレビ系の脚本、うぶかたみく、演出、風間大樹、プロデュース、村瀬健が、再び集結し、親子の愛、をテーマにした完全オリジナル作品。自分の子供が7年間生きていることも、これまでをどう生きてきたかも知らなかった夏と、 突然自分の人生に現れた海という二人の関係や亡くなった彼女と娘との間の母と子の関係など登場する人物たちの中にある親と子の間に生まれる感情を描いていく。この物語の主人公となるのは月岡夏目国連。大学時代にふとしたきっかけで付き合うようになった同級生南雲水機古川琴音と幸せな日々を送っていた。 しかし、就職活動を迎えようとしていたある日、突然、彼女から別れを切り出され、そのまま二人は別れることに。それから七年が経ち、今は、桃瀬弥やよやりむらかすみと付き合い、新しい人生を歩んでいる。そんな夏だったが、大学時代の友人からの連絡で、 水木が亡くなったことを知る。別れを告げられて以来一度も会うことがなかったこともあり、その事実に実感が湧かないまま葬式へと向かった夏は、そこで、海、泉や星名という名の幼い女の子と出会う。その女の子が水木の子供だということを知った夏は驚きを隠せない。そして、水木の母親である、主音、大竹忍から、自分が海の父親だと聞かされる。 水木が自分の知らないところで自分との間にできた子供を産み何も言わずにその子供を育てていたことを知った夏は水木と海が過ごした7年という月日に思いを馳せ木戸が演じるのは目黒演じる主人公夏の弟である山マ山ヤは東京の実家で父和也と母紀子と3人で暮らしており 性格は言葉にするのが苦手な夏とは違い、考える前に声が出てしまうというタイプ。ヤマトは幼い頃に母親を亡くしていて、7歳の時にカズヤがユキコと再婚したことで、夏と家族になった。夏が葬式から実家に帰ってきた時の様子を見たヤマトは、母親が亡くなった時のことを思い出し、また、本作の15秒のティザー映像が、 6月10日放送の366日第10話放送後に地上波にて初公開される。放送後には YouTube や番組公式 SNS にて本ティザーの90秒バージョンも特別公開される予定だ。木戸大成山と役コメント。本作の出演オファーを受けての印象。すごく嬉しかったです。 サイレントを見てからずっと、あんなにも素敵な作品を作られた方々といつか、ご一緒したい、できるように、もっと頑張ろう、と思っていたので、今回お話をいただいた時は、驚きと喜びが、同時に来ました。そこから、プロデューサーの村瀬さん、脚本家のうぶさん、そして風間監督、高野監督、ジョン監督とお会いし、この作品への思い思いを聞くことで、 改めてこのチームに入れた喜び、そして今の僕ができるすべてをこの作品に注ぎたいという強い思いが湧き上がってきました。台本を読んでの感想。登場人物たちの誰かを思うことで生まれる言葉の数々がとてもまないとおしくて、時に切なくて、人間の繊細な部分がすごくリアルに描かれている作品だなと思いました。 一ページ一ページゆっくりめくると、そこに流れてる時間や景色が、ふわっと浮かんでくるそんな台本でした。ヤマト役の印象。ヤマトという人物は、ひひの光のような、温かさと明るさを持った青年だなと思いました。今を受け入れて前向きに生きている、彼だからこそ、伝えられること、共感してあげられる部分というのがあると思うので、 そこを大切に丁寧に演じていきたいと思います。視聴者へのメッセージこの夏、皆さんの心に残る作品を届けていくために、キャストスタッフの方々とたくさんの会話をしながら、大切に作り上げていきますので、毎週楽しんで見ていただけたら嬉しいです。村瀬健プロデュースコメント。今回、目黒連さんに演じる夏に、弟がいる設定にしようとなった時、僕の頭には真っ先に、 木戸大将さんの顔が浮かびました。木戸さんのことがずっと気になっていたんです。去年の夏、うちの深夜ドラマ枠、火曜、アクションで放送された僕たちの校内放送を見て、木戸さんに弱引きつけられました。木戸さんが演じた主人公がものすごく魅力的に感じましたし、彼が持っている圧倒的なキラキラ感に目が離せなくなりました。身もふたふたもないことを言いますが、 この子は絶対に売れると思いました。そのドラマで演じていたのが高校生なだけで実際にはそんなに若くないということを後に知るのですがとにかく僕は売れてしまう前にこの子と仕事がしたいと思ったのです。そして同時に何の根拠もなくただただ感覚的に木戸さんが生えるのは絶対に後輩もしくは弟だと感じていたのでそういう役で一緒にやれたらいいな。 と思っていましたそんな中今回の海の始まりの企画が実現することになり前述したように目黒さんの弟役を作ろうという話になったので僕の中で木戸さんしかないとなりすぐにお声がけをしました実際に会ってみた木戸さんは映像で見た以上に魅力的で絶対に売れるという感覚が確信に変わったことをよく覚えています 同時に、やっぱり後輩感、低感を強く感じたので、直感通り、目黒さんの弟役をお願いすることにしました。夏の弟、ヤマトは、実は、非常に複雑な家庭環境を持っています。でも、それを一切感じさせない、明るさを持っており、何よりも、兄の夏にまっさるとも劣らない、優しさを持った人です。僕が、木戸さんに感じたのも、 そんな感覚でした。幼い頃に大好きな母親を亡くしたという海ちゃんと同じ境遇を抱えていながら、それを感じさせない明るさと優しさを携えた大和という役を、木戸さんならきっと最高に魅力的に演じてくれると感じました。実際には木戸さんは目黒さんと同い年なのですが、その圧倒的ないい意味での定感を活かして、 この役を完璧に演じきってくれると信じています。きっと、みんな、ヤマトんのことが大好きになるはずです。